お弁当を食べるまでここらで一休みしよう。じゃあ私は編み物を。私は向こう岸を射精。私は穴守を一回り。キティ、12時には帰ってくるのよ。12時？広場の時計が鳴るから分かるよ。時計の見方を覚えるようにそのタイムエプロンを縫ってあげたのよ。私にはお花の名前を覚えるよ。フラワーエプロン。私もお花の方が良かったな。キティ、それはね、世界でたった1枚しかないママが作ってくれたタイムエプロンなんだよ。はーい。キティ、お昼ご飯に遅れちゃダメよ。わかりました。ちゃんと12時に戻ります。じゃあ気をつけるのよ。はーい。アリス、こんなところで何をしているんだ。女王様がお怒りだ。私はキティ、アリスじゃないわ。だって君、空色のドレスにエプロンをしているじゃないか。メガネがないとわからないのね。ほら、よく見て。このエプロンは世界中でたった一枚。ママが縫ってくれたタイムエプロンよ。ほんとだ、時計がついてる。キティ。白兎さん、お名前は？カエルって言うんだ。カエル、何をそんなに急いでいるの？ハートの女王様がアンチエイジングに必要なお水が切れちゃったんだ。アリスは取りに行ったのに、なかなか戻ってこないんだよ。ハートの女王様？トランプ帝国のハートランドの女王様さ。ハートランド？どこにあるの？ここさ。女王様もここにいるの？もちろん。ローズガーデンでバラのお手入れさ。ローズガーデン？ああ、来いよ。うん。毎週毎週世界中のゴルフ場に出かけられるので